昨年中も皆様方には大変お世話になりました。おかげさまをもちまして、それぞれの市、そして佐賀県が一定の発展と前進を見たことを大変嬉しく思っているところでございます。とは言いますものの、いろんなものが今年に繰り越されたなということも思っております。一つは多くの経済対策がなかなか実行できずに繰り越しを余儀なくされるだろうということがございまして、今まで非常に、体制が小さくなっていた経済界というか建設業界は、あんだけたくさんの仕事をしてくれと言われてもなかなかできない状況にあるということで、もう建設業に携わる方からずっと言われているのは、先々の経営が見えるようにしてほしいということでありました。で、佐賀県は、マニフェストで、もう総額、公共投資の総額調整ルールというのを決めて、4年間のうちにいくら発注するかということのある意味保証をしております。こうしたことを本当は国もやっていただくと、10年間ぐらいでいくらぐらいやっていこうということが見えてくると、ここの建設業の人もじゃあ人を採用しようとか育成していこうということができるんじゃないかなと思っております。こうしたことについても皆様と意見交換できればと思っております。こういう市長会や町村会の枠組みでいろいろご提案いただいている事柄が非常にそのなんか地域初のこととして、ありがたいご提案をいくつも受けているなと思っております。象徴的なことで申し上げれば、空き家対策の話でありますとか、あとは国保の広域化についてもそうでございまして、各市でお悩みのこと、共通の問題認識をお持ちのことを、我々とこう話をしていく中でより良い解決法を何か見出していこうということについて、少しずつ前進が見られているのではなかろうかと思っております。今年もまたどんなことが起きてくるのか分かりませんが、また皆様方と共に地域とそして県の発展に力を注ぐことができればと思っているところでございます。改めて本年が皆様方にとりましていい年になりますことを心から念願申し上げまして、私のご挨拶にさせていただきます。本年もどうぞよろしく念願申し上げます。